おはようございます。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。ちょっと髪の毛今日もボサボサでございます。てなわけで、今日はねちょっと仕事、今日はです今日も仕事やってるんですけど、ちょっとねあの銀行とかいろいろなんかお支払いとかいろいろやらなければいけないので、ちょっとあの会社の関係で銀行の方回っていきたいと思います。それで、今日は久しぶりの86なんで、86の車載、86のサウンドを一緒に、お楽しみいただいたらと思います。では、86で行ってまいりまーす。払ってきました。高いっていうかもう本当にまあ経営してたら大変です。消費税、日本の消費税のシステムなんですけど、先払いなんです。決算が私11月なんですけど、今年度の消費税って言って6ヶ月で1回ね先払いで徴収とされるんです。まだ確定してないのに、昨年の実績に応じて予測計算で、先取り、国は損しないようになってます。こんな感じで、とりあえず消費税払ったので、今からねちょっと私のまた好きなポイント、中川の方に、もうこれ中川すぐ近くなんです。ここをね、上がっていったらもう中川なんで、中川でちょっと癒されてから、あ、次市役所の方に行きますので、とりあえず86の車内で待ってください。これね、徳島県は電車でなしに、汽車なんです。汽車汽車って言うても分かるかどうか、電車でなしに汽車で動いております。それでもうすぐ来るのかな、多分1両編成。大阪の友達が以前来た時にこの汽車を見て、徳島って大きなバスが走ってるんですねって言って言って言われたことがあります。まあそんな感じで、はい、来ました。
はい、いつもの中川にやってまいりました。やっぱりここ気持ちいいです。今日もね、コーヒー持ってくるの忘れました。もう最近コーヒーをね、持参するの忘れて、ね、今まであったらすごいローソンコーヒー走ってたんですけど、なんかコロナでね、あんまりローソン行くのもちょっと億劫になったっていうか、まあそんな感じでございます。癒されましたので、今からちょっと市役所の方にまた申請書類があるので持っていきたいと思います。申請書類と、それと納付書。もう次から次お金が入ります。こんな感じで、今日はお金、支払い日15日、もうお金が忙しいでございます。またこのようなただおっちゃんが毎日楽しんでる動画なんですけど、本当に皆さん付き合いしてくれてありがとうございます。おっちゃんもね、結構これでも楽しいんです。まあ好きな仕事をしながら好きな車に乗って移動するっていう、まあこのスタンスなかなか気に入ってます。そんな感じで次のポイントに行ってきます。帰ってきました。いかがでしたでしょうか。ただもう走るだけの動画、やっぱりもうね、多分外も30度超えしてると思うんですけど、エアコンなしでは無理でした。エアコンを去年、リビルドしてよかったですと思ってます。まあこんな感じでね、86もね、最近ちょっとかまってないので、だいぶ汚く汚れていろいろあるので、また近々綺麗に磨いていきたいと思います。またその動画もまた撮っていけたらなとは思ってます。こんな感じで今日は56歳のおっちゃん86でした。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。まあこんな動画なんですけどね、よろしければいいね、高評価お願いします。それとまた明日もねアップしますので、よかったらチャンネル登録していただいて、明日もお会いできれば幸いでございます。今日はどうもありがとうございました。さようなら。うおっす、楽しみました。